筋、そして綿は取らないで食べるようにしてください。今回の食材大辞典はこちら。日本人にはおなじみみかんについてお話をしていきます。さて、このみかんなんですが、出荷時期によって種類が分かれていて、ハウスみかん、奥早生みかん、早生温州、普通温州の4つに分けることができます。一体どんな栄養素が入っているかというと、むくみ予防や血圧を下げる効果があるカリウム、疲労回復効果があるビタミン B1 が入っているというふうに言われています。そしてみかんの栄養ポイントは3つ。まずはビタミン C です。みかんにはビタミン C が多く含まれていて、だいたいこのみかん2つ分で1日分のビタミン C が取れるというふうに言われています。そして次に見てもらいたいのが食物繊維です。一体みかんの食物繊維どこに入ってるかというと、ここ、このね、白い筋と、内側の綿の方に入ってるんです。ここにはペクチンという食物繊維が入っていて、このペクチンが便通を改善してくれるというふうに言われてます。なので皆さん、白い筋、そして綿は取らないで食べるようにしてください。そして最後はカロリーです。ちょっとこちらご覧ください。他のいろんな果物と比べても、実はみかんってカロリーが低いんですよ。ちなみにですね、チョコレート1枚のカロリーと比べると、みかんおよそ6個分。そしてショートケーキ1個と比べるとみかんおよそ8個分のカロリーになるので、まあ、間食をするときにですね、ショートケーキとかチョコレートを食べるよりかはみかんの方がいろんな栄養成分が入っているのでおすすめです。ねえねえ、知ってる？皆さん、実はこのみかんの皮にもいい成分が入ってるの知ってますか？みかんの皮を乾燥させたものを陳皮と言って、七味とかにも入ってるんですけど、なんとリラックス効果があったり、あとは胃腸の機能を高める効果、そして咳や痰を抑制する効果があると言われていて、漢方薬の風邪薬の中にも入ってるんです。なのでこのみかんは丸ごといいことずくめの果物なんです。ねえ、知ってる？みかんを食べ過ぎると手が黄色くなってしまったっていう経験ありませんか？実はあれ、乾皮症という症状の名前があるんです。みかんの中に入っている β カロテンの特徴として、私たちの皮膚の表面に入りやすい特性を持ってるんです。そのため皮膚が黄色くなってしまうんです。ただですね、これ自然にちゃんと戻りますので皆さんご安心ください。そして最後、みかんの選び方です。美味しいみかんと出会うためには、まずここ皮のプツプツがきめ細やかなものを選んでください。そして色が濃ゆいものを選んでみてください。そしてどちらかというと小ぶりで重たいものを選んでください。最後にヘタがですね、ちっちゃくって黄色いものが美味しいみかんというふうに言われています。さて、今日はみかんについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねと思われた方はグッドボタン、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで今日も一日グッドラン。 See you next time!